Thank you.
次にご紹介するのは1989年に発表されたマザー。自分の住む町に起こった不思議な現象の謎を解くため少年は旅に出ます。小さな田舎町から始まった子供たちの冒険がやがて地球を救う不朽の名作です。このマザーシリーズを語る上で欠かせないこの方をお呼びいたしましょう。マザーのゲームデザインを手掛けられました糸井重里さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。糸井さんは本作のディレクター、そしてデザイナー、シナリオと幅広く担当されているということなんですけれども、ゲームタイトルのマザーの意味をお伺いしてもよろしいでしょうか。ゲームをやった方はご存知だと思うんですけれども、はい、大きな母艦がありますよね、はい、でその母艦の母でもあるんですけれども、お母さんと子供の関係っていうのは物語の中で非常に重要な要素になってまして、でそのマザーを取ったというふうにもどちらでも取れるようになってます、はい、このゲーム、これまでファンタジーとか壮大な世界で繰り広げられたロールプレイングの流れの中で言うとちょっと異質だなと私子供時代思ったんですね、うん、ものすごくご近所で起こることが多いというか、はい、騎士が出てきたりドラゴンが出てきたりする物語に僕自身が馴染んでなかったんで、普通にポンと映画館に行って見られるようなそんなドラマを作りたかったんで、どうしてもあんな世界に。でも最初はやっぱり子供の足で行けるところといいますか、はい、す行動範囲でその世界が完結してるというところがすごく身近に感じられるなと思ってました、うん、そう感じてほしかった。はい、よかった。パンくずで戻れるんですからね。ちょっとびっくりしましたね。そうですね。そうですね。食べると使うみたいな。そうですね、はい、食べる使うありましたね。懐かしい。懐かしいですね、はいはい、糸井さん、さまざまな場所でマザーのことをお話しされてきたと思うんですけれども、うん、はい、なんか本日お久しぶりにこうやって皆さんの目の前でお姿拝見したなと思うんですけれども、うん、ずいぶん時間が経ってるのに、はい、ずっとあのゲームをやってて音楽も聴いてて楽しんでくれる人から今でもよくこう声がかかるんですね。で、自分たちが作ったゲームだと思ってたんですけど、実はこのゲームって僕が作ったってことをもう離れて、でやってる人が作ってるんだって思うようになったんですよ。僕はそのあれやってよかったですって言われる人たちにものすごく励まされてその後生きてきたんで、お礼を言いたかったんですよね。作ってくれてありがとうはよく言われるんですけど、プレイしてくれてありがとうっていうのをぜひそのお集まりの皆さんに言いたくて来ました。はい、ありがとうございます、はい、それではマザー、マザー2の世界をお楽しみください。